2008年パリ爆弾脅迫事件は2008年12月16日にフランスパリ市内にて発生した爆弾を用いたイスラーム過激派とみられる組織による脅迫事件である。12月16日朝、フランス通信社宛てでアフガニスタン革命戦線と名乗る組織から手紙が届けられた。内容は大手デパートが立ち並ぶ旧クオースマン通りにある。 プランタン百貨店内の3カ所に爆弾を仕掛けたと記され、さらに警察に通報するように書かれていた。通報を受けた警察は爆発物処理班を現場に、派遣して11時時頃に到着、店内を捜索した結果3回洗面所にて、起爆装置のないダイナマイトが5個発見された。当日はクリスマス商戦で混雑していたが、従業員、客ともに負傷者はいなかった。 この事態を受け、ミシェル・アリオマリーナイム大臣とベルトランド・ドラノエパリ、市長が現場に急行した。アリオマリー内相は記者たちを前に発見したダイナマイトは爆発を意図したものではなかったと説明した。ストラスブールにいたニコラ・サルコジ大統領は、現地から保安担当者が爆弾の内容を分析していると伝えた。ジェラールがシェナイム広報官は、 事件発生の前の週から警戒を強化するため、警察官1500名を増員展開していたことを伝えた。この事件が発生する前にあるジャーナリストが匿名の電話を12月10日に受けていたことが判明した。内容は近いうちにどこかのデパートに爆弾が仕掛けられるといい、さらにアフガニスタンに展開しているフランス軍の撤退を要求していた。同じ内容は、 フランス通信社宛ての手紙にも書かれており、こちらの文面では爆弾を仕掛けたデパートと、フランス軍の撤退時期を2009年2月末までと、具体的な内容を指定し、できなかった場合は、次からは無警告で爆弾テロを行うと記されていた。ありがとうございます。